高田城市公園は、新潟県上越市本城町にある都市公園。2020年4月1日に名称を高田公園から改称した。越後高田城三重櫓現在の高田公園一帯は、高田城の建築土石川の流れを変え、青田川や儀名川を改修して築いた堀と土塁などの構築物からなる遺構である。始まりは、徳川家康の六尾の松平忠照が、 福島城を廃止、現在の高田公園に高田城を建築したことに始まる。ただてるの妻いろは姫は、仙台、伊達政宗の娘、政宗は家康に築城奉行に任じられこの城下を構築した。2014年に高田海府400年を迎えた。高田城市公園館王会のライトアップに絞り1909年、第十三師団の入城を祝い、在京軍人団が、 定石に2200本の桜を植樹したのが、その始まり。現在桜は、約4000本。3000個の盆ンボリに照らし出された桜が、お堀の水面に映る様は、日本三大夜桜の一つにも数えられ、日本桜名所100選に選定されている。2012年、CNN の選ぶ、世界五尾花の名所として選出された。明治初期。 母親戦争や共作で悪化した高田藩の財政再建や氏族受産のために地元の大地主、保坂定吉が資材を投じて外堀にハスを植えさせ、レンコン栽培事業が始められた。その後、レンコン栽培は1962年で中絶したが、開花時期には毎年上越ハス祭りが開催されている。また、蓮研究の第一人者である。 東京大学農学部教授の大賀一郎が昭和28年に調査に訪れた際に繁殖域の大きさ、育成の状況を、はす家の規模の大きいことは世界でも稀で、特に紅白入り混じっているのは珍しいと激消した。それを聞いた高田市民が東洋一と語り伝えて現在に至る。そのため、花が咲く時期には多くの見物客やカメラマンが訪れる。 ありがとうございます。